っと、お疲れさん。お疲れ様です、響。結構早かったですね。ああ、まあね。一応誤解のないように言っとくけど、悪巧みの話をしてたわけじゃねえぞ。あら？まだ何も聞いてませんけど？へいへい。ところで早速だけど、少佐の言ってた任務について教えてくれないか。詳しく聞いとけってやつ。それは私が説明します。衛士が行っている通常任務以外についてですね。まずですね、咀嚼地の警戒任務、簡単に言うと市街地のパトロールがあります。私も先ほど聞いて驚いたんですけど、咀嚼地の警察犬を持っている MP が人手不足のため、警ら任務の手伝いを非番衛士が行っていると。おいおい、本当かよ。本当ですよ。それと軍関連施設の警護とか整備の手伝いもやってますよ。その中でも最大最悪の任務が前線哨戒任務だったということです。ちょっと大きな声では言えませんが、ラッキーだったというところですかね。あの任務は相当嫌みたいだな。そりゃあもう、物資削減のために衛士を半島民状態にして待機させるなんて、思いついたやつを八つ咲きにしてやりたいくらい。なるほど。じゃあそれについてはありがたく免除させてもらってたな。その分、他を頑張ろうぜっと。で、市街地のパトロールって何やるんだ？回ってりゃいいだけなのか？警察権がありますから、普通の警察と同じですよ。正直な話、やりたくない任務の第2位です。どうしてだ？咀嚼地、日本人居住区の治安は悪化しつつあります。ああ。特に配給所周辺では揉め事は絶えません。食料生産の行き詰まりから配給に問題が発生しているので。ゆずちゃん、どうしたの？なんでもないわ。民間人に向けて軍人が、その時には威圧による仲裁を行ったり。まさか小銃向けて威圧してんのか？さすがにそこまではまだ。本当に銃を向けたりしたら大変なことになっちゃいますから。だよな。民間人に銃を向ける時が来ないよう願うしかないという状況。根本は食料問題だから簡単には解決できない。食料問題か。日本人って本当に我慢強いわね。私の国やアメリカだったらとっくの昔に大暴動になってるわ。はあ、外人の私から見るとすごく不思議。なんであの状態で他人を優先させてあげることができるのかしら。それが日本人の国民性だよ。うん。ええ、そこに疑問の余地はないわ。それは私たちの誇りよ。良くも悪くもな。
ほどね。私も広い意味ではその精神に救われたとも言えるし、批判したわけじゃないのよ。ああ、わかってる。ところで、資源不足といえば、演習や訓練はどうしてるのかしら？削減されているのかしら？はい、実機訓練は推進剤の供給がギリギリのため、ほとんど行ってないです。私も訓練兵時代には数回だけしか。はぁ、シミュレーターも台数が少ないので、順番はなかなか回ってきません。アメリカ軍からレンタルするって噂は聞いたことありますけど、実際には。参ったな。ですから、机上演習や映像学習がメインで、あとは基礎体力を維持する通常のトレーニングですね。そして、空いた時間は市内のパトロール、ってね。厳しい状態ね。でもまあ、そうは言っても仕方ないですよね。ないものはないんですし。その状態で新米を戦場に送り出してるっていうのか。とにかく訓練通りにやれ。簡単な仕事だ。千堂少尉がケツを守ってくれる。絶対に諦めるな。それで生き残れるさ。ジュリー、私は。しないで響き、新人には優先的にシミュレーターを使用させてるわ。そうですよ。衛士訓練校にだって専用のシミュレーターはあるんですから。ああ。シミュレーター不足を解消するために徴兵年齢を下げて対応もしてますし。年齢の引き下げ？今徴兵はいくつからなんだ？10歳です。予備訓練生として登録されて、学校の授業のほとんどが軍事教練になります。合宿なんかも多くなるんですよ。そんなのは教育じゃねえだろ。でも確かにちょっと早いかもしれないですけど、そのおかげでシミュレーター利用回数が増えてますし。俺が気にしてるのはそこじゃねえよ。どんな理由をつけようとも子供は子供じゃねえか。こっちはガキどもを戦場に送らせないために戦争やってるんだぞ。それは意味ねえじゃねえかよ。響き、声が大きい。みんないるのよ。すまん。適性のある大人は全て徴兵済みだから。だから次は子供ってことか。現実ですから。だったらシミュレーター回数が増える方がありがたいです。その分上手くなれますから。子供を戦場に送り出すことは当たり前だとは思いたくありません。でも目を背けることもできないです。最初に英子候補を拾い集めてるんです。若い方が適応力もあるので、その方がいいみたいですよ。だけど成長期前のやつだっているはずだ。
だってまだできてないだろうに。終了してからシアトルに着いたので楽といえば楽だったんですけどね。こっちに来てからの子たちは実機にもなかなか触れないので苦労しているって先生が言ってました。収容施設の先生です。被災孤児特別措置法で作られた施設の私も施設の出身なので。そうか、すまなかったな。両親が亡くなってからはいろんな土地を転々としたので他の場所には思い入れないんですけど。いえいえ、気にしないでください。先生いい人ですし、施設は楽しかったですから。そうそう、孤児収容施設の慰問なんて任務もあるんですよ。そんな任務もあるのか。楽しいですよ、賑やかですし、みんな喜んでくれますから。実は結構憎ったらしい子もいるんだけど、雫にしてみれば里帰りみたいなもんだしね。そうなんですよ。なるほど。と言いたいとこだけど、 A 氏なんかが行って何するんだ。施設は普段から訓練だけでなく生産任務なんかも行ってますので、戦術機に乗って戦う A 氏って憧れの存在なんです。子供にしてみれば雫もヒーローだもんね。少し恥ずかしいですけど、私お姉さんですから。生産任務ってなんだ。はい、生産任務は平たく言うと農作業です。畑を耕したり除塩作業の手伝いをしたりすることですね。あと工場に勤労奉仕に行く子もいます。そっか、みんな働いてんだな。そう、日本の子供って可愛いわよ。みんな素直で。なあに、ゆずか、意外そうな顔してくれちゃって。え、いえ、そんなこと考えてない。うーん、傷ついちゃったな。ねえねえ響き、私ねそういうわけで子供が好きなのよ。あ、それはいいことだと思うぞ。響きは？まあ嫌いじゃないな。あらよかった。何がだ？他人の子でもあんなに可愛いんだもの。きっと自分の子だったらもっと可愛いわよね。子供欲しいの？さあ、そういえば東洋人と西洋人のハーフってポテンシャル高いみたいね。どうしたの？ゆずか。なんでもありません。でもいいな、そういう任務も。東海岸にいた頃は戦争ばっかりやってたからな。あの、立浪中尉、質問していいですか？向こうで帝国への合流はできなかったんですか？しずくちゃん、それは
ああ、いいって。俺から話すよ。知っての通り、俺と仙道少尉は欧州派遣部隊でな。向こうではアメリカ軍と行動を共にしてたんだ。それで大解放後は日本と完全に連絡が取れなくなったんでね。日米同盟の規約にのっとりアメリカ軍に吸収されてたんだよ。それからアメリカとフランス・カナダ連合の戦争が始まって対人類戦闘ばかりだったからな。正直気がめいったよ。なんで人間同士で戦争なんかしてんだよって。そんな場合じゃないだろって。バビロン災害直後のフランスが必死だったのはわかるけど、アメリカ軍とフランス軍があそこまでこじれたのは、正直な話、今でもよくわからない。と、悪い。無神経だった。気にしないでください。私も戦争に反対だったからこそ亡命したんですから。食事も終わったようだし、そろそろ解散するか。この後、お部屋でゆっくりお話ししますか？悪い。まだいろいろと書類作成が残ってるんだよ。夜でもいいか？もっとダメです！ダメに決まってるでしょ！だよ。ゆずかも大変ね。立浪中尉、仙道です。よろしいでしょうか？ああ、空いてるぞ。ごめんなさい、こんな時間に。こんな時間ってほどまだ遅くはねえだろう。日が暮れんのが早いからそう感じるんだな。さすがは高緯度か。そうね。その別に何か用事ってわけじゃなかったんだけど。そっか、まあ入れよ。まだ何か仕事中でした？いや、まあもう終わるところだからさ。それは、ああ、鈴原関連の書類の後処理だ。鈴原少尉の、ほら、遺書に部隊長として状況報告やお悔やみの言葉を遺族宛につけるだろ。あれをな。それは、でも確か鈴原少尉って。そうだ、あいつも孤児だ。バビロン前からだから大解放による行方不明ってやつでもなくてさ。どちらが幸せなんでしょうね。過酷な世界に一人で放り出されるのと、死んだと諦めることもできずに希望と未練の間で苦しみ続けるのと、どちらが。ああ、どっちが幸せなのか俺にはわかんねえけど。
事務局行ったんだろう。どうだった？俺たちの軍籍、問題なかったか？はい、注意の分も確認しました。ちゃんと MIA からシアトル配属に書き換わってた。だから、はあ、誰だってそんな行方不明の家族に向かって遺書を書いちまうだろう。生きてるか死んでるかなんて関係ない、ただ自分の身に何かあった時にって。実質的な意味なんてない、ただ書く者の心の安定のためにやってるようなもんだ。でもな、鈴原の遺書には宛先すらなかったんだ。バビロン前からの孤児だってさ、例えば孤児院とか世話になったやつとか、遺書を送りつける先は誰だってあるもんだろう。だから俺が確認したんだけどさ、中身もほとんど書いてなかったんだ。宿舎に残したものは好きに使ってくれってぐらいでさ。どうしてそんな。わかんねえよ、今となっちゃ。
覚えておいてやろうぜ、俺たちだけは。そういや、ゆずか、何の用だったんだ？実は、散歩にでもお誘いしようかと思って。散歩？実は、楠本軍曹に聞いたんですけど、向こうの宿舎裏に高台があって、眺めがいいらしいんです。気晴らしに、と思ったんですけど。ああ。違いますね。注意を足しにしてるだけですね。本当は、私が、今日は。いいぜ。行こうぜ。注意。俺だって歓迎だよ、こんな日は。行こう。はい。どうしました？注意。いや。こうして戦場でもない場所を二人で歩くのはどれぐらいぶりだろうかって思ってな。そうですね。もしかしたら初めてかもしれませんね。え、そうだったか？よくよく考えてみると、そうかもな。カシー基地で同じ部隊に配属されてから、ずっと戦場でしたしね。こうして歩くのは初めてだと思います。そういや、そうだな。欧州派遣前の休暇は家族と会うのに使っちまったしな。皮肉ですね。世界がこんなになって、ようやく戦場ではない場所を歩けるなんて。生きるんです。注意。生きて、歩き続けるんです。さあ、行きましょう。うん。裏の丘っていうか、こりゃ、ちょっとした林だな。ええ、近くにこんな場所があったなんて。驚きですね。まったくだ。ああ、そうみたいだな。ね、早く行ってみませんか？おい、危ねえぞ。待てよ、ゆずか。急ぎすぎる。
シアトルの街。街が、生きてる。生きているんだな、俺たちは。生き延びたんですね、私たち。でも、生き延びればいいってものじゃない。俺は嫌だ、ここにお客さんでいることが。欧州に行ってる間に俺たちは帰るべき場所を失った。あの瞬間、間違いなく俺たちは全てを、過去も未来も、そして今を生きる糧さえも失ったんだ。地球を蝕むベータってクソ野郎どもを殲滅するために戦っていたさ。でもそれは全て日本という故郷のためだった。生まれ育った国を蹂躙されたから、多くの命が失われたからだった。明日にも生き残った人たちが同じ目に遭うかもしれない。絶対にそんなことはさせない。その一瞬だった。日本にもあったんだ、こういう街の光が。それを俺たちは守りたかったんだ。それに世界を守る、地球を守るという大義につながっていた。私たちの大切なものは、地球である以前に、日本という故郷と、家族や友人でした。突然失われてしまった。しかも俺たちはその最後を見取ることもできなかった。俺たちの大切なものはもう心の中にしかなくなってしまった。でもそうじゃなかったんだ。そう思っていたけど、
違った。生き残った人たちが必死の思いでもう一度作り直したんだ。ここに。そして誰も彼も肩を寄せ合って、いろんなことを切り捨てながらも埋め合って生きてる。そんな場所に俺はいる。でも俺は何も知らない。自分の寝床以外、この日本を何も知らないんだ。惰性で存在しているだけじゃ地に足はつかない。ここを日本だと認めて、ここで日本人として生きようとしなければ。ゆずか。はい。俺を生かしてくれたこと心から感謝してる。あの横断業の間の記憶は途切れ途切れで、よく思い出せない。追い詰められて死んでもいいと思っていたことだけはなんとなく思い出せる。死の大地を渡ってきただなんだと祭り上げられちゃいるが、それをやったのはゆずか、お前だよ。お前が諦めた瞬間、俺は終わっていた。まさにお前に命を預けていた。だけど俺はもやのかかった頭の中で生きることに疑問を持っていたんだ。どうしてお前は俺自身が捨てた命を拾うのか。そう思っていた。いや、諦めていたのは俺だけじゃない。寺本だって、麻木だって、隊長ですらも。なのにお前だけは。そのおかげでここに俺がいる。ゆずか。はい。俺はもうこの命は捨てない。そして絶対に生き続けてやる。この日本でやらなきゃいけないことがある。それをやり遂げる。はい。それだけじゃない。その先にあるあの町の明かりを守る。取れる手は全て取る。はい。何より俺にはその義務があるし。注意。お、もう一度見てください、町の日を。ああ、あそこを守ろうという人が、あそこに背を向けてちゃいけませんよ。そうか。それから笑ってください。ん？口をへの字にして重苦しく語れば未来が開けるわけじゃありません。なら笑顔でいませんか？おう。少なくともそうしているだけで優しくなれるし、人に幸せをあげられますよ。そっか、それもそうだ。注意。私は
ずっと注意についていきますから。ずっと、そばにいますから。私はそのために、注意とここに来たんです。ゆずか。生き延びることができて本当に良かった。ああ、生きる、守る、注意のその言葉を聞けて本当に良かった。エレンやしずくちゃんや神宮寺少佐に会えて本当に良かった。あと松風もな、かわいそうだから仲間に入れてやれ。はい、そうしましょう。松風注意もご無事で、この日本で、この小さな日本を守るために精一杯戦いましょう。取れる手を全て取りましょう。ああ、きっとそのためのオードッグ招待なんだ。俺はそう信じてる。私もです。なんだかやる気が出てきたな。私も元気が出ました。楠本軍曹に感謝しなくちゃ。よし、このまま一気に残った仕事を片付けるか。そろそろ戻ろうぜ、ゆずか。はい。注意、一人でなんて絶対に背合わせません。私も最後まで一緒です。以上だ、解散。立浪、貴様はこのまま私についてこい。はい。どうだった今日の会議は。はあ、申し訳ありません。ほとんど聞いてるだけになってしまいまして。いきなり中隊長級の中に放り込まれたんだ。それで当然だ。はい、今はまだ前提知識が追いついてないだけと信じることにします。その息だ。こういうのは実践と同じだからな。習うより慣れろだ。はっ。当面は私のカバン持ち程度の心づもりでいればいい。他のメンツもそのあたりは理解してる。安心して顔だけでも言っておけ。恐縮です。シアトルの状況は、さっきの会議でも説明した通りだ。正直言って、何もかも芳しくない。
衣食足りて礼節を知るという格言があるが、国民はよくこらえてくれていると思う。はい。では先ほどの会議で十分に説明されていない箇所を補足する。これは貴様以外の者にとってはある程度基本的な情報であり、秘密ではない。わかりました。現在住環境についてはアメリカの協力もあってなんとか対応できている。だが反面大きな問題も発生している。日本人居留区を設定するためにアメリカは市民の財産である住宅を強制徴発した。強制徴発？俺たち日本人を住まわせる住宅を確保するのに、そこから住人を追い出したんですか？そうだ。そのため住居を奪われたアメリカ市民を中心に反日感情が蔓延している。もっともフランス・カナダ連合が正面に控えているため、その声は幸いにも大きくはない。日本との対立が深まればそこにつけ込まれるからな。はい。次に食料事情だが、こちらも改善には程遠い。それは言われずとも貴様も感じているだろう。はい。俺たちの食事の程度を見れば大体の想像はできます。アメリカから割り当てられた耕作地に入植者を送り込んでいるんだが、現在食料生産量は目標をはるかに下回っている。開墾し土壌改造しながらの重労働だ。簡単に成果が上がらないのは予想されていたとはいえ、困窮は続いている。そのため食料配給の改善を求める声が日増しに高まっていて、トラブルが頻発しているのが現状だ。でももともと農業に従事していた、いわゆるプロが精一杯やっているわけですよね。そうだ、確かにそういった人間が中心となっている。作物を育てるのには時間がかかるわけで、正直それ自体はどうしようもないと思います。彼らだってここが踏ん張りどころだと覚悟しているでしょうし、我々にできることはその意欲をそがないようにするぐらいでしょうか。ほう、具体的に。もちろん頑張っている人たちは周りからケチをつけられるようなことがあってはいけません。とはいえ、ただそれをやるなと周囲に言っても聞かせるのは難しいでしょうから。そうですね。例えばロードマップを示すというのはどうでしょうか。いつまでに何をして、何を植えたらいつ収穫できるか、それまで我慢しようとか、何日遅れてるから頑張ろうとか。この時いい情報も悪い情報も隠さず共有します。一番良くないのは先行きが見えないまま苦労を強いられることだと思いますから、開拓する方もそれを待っている方もそれぞれの立場で苦労しているのは変わりません。なるほど。あとは
これはちょっと話がずれますが、彼らだけに頼らず、こちらで別の手を進めておく必要もありますね。これについては、例えば、状況をよく知らずに楽観的なことを述べますが、合成タンパクの生産プラント、ああいったものをここに建設するであるとか、民間には到底無理なことを並行して進めるとか、すみません、さすがに楽観的に意見しすぎました。ん？なんだ、もう意見は終わりか？はい、すみません。何を謝るんだ。まあいい、なるほどな。実に基本に忠実な意見だ。応用できてないですね。いや、貴様が知りうる情報の範囲では十分な意見と言えるだろう。詳しくを知らない貴様が語った基本によって、私も問題を再認識することができたしな。やはり貴様のような存在は必要だな。さて、確かに貴様が言うように、作物を育てるには時間と根気が必要だ。そしてそのことは彼らも言われるまでもなく理解している。はい。だがな、その根気を持続させることが難しいのだ。ああ、それは予想以上にこの環境が厳しいからとか、そういうことでしょうか。それもあるが、この場合は不正解だな。おお。よく考えろ。さっきのような発想ができるのなら、少し引いてみれば貴様ならわかるはずだ。ここはどういう場所だ。そうか、どれだけ精魂込めて耕しても、結局ここはアメリカから借りた土地、自分のものじゃないんだ。そういうことだ。それってなんともならないんですか。そこだけの問題にとどまらないはずです。その通りだ。苦労続きで鬱積した不満は周囲に蔓延する。彼らの努力の結果を享受するだけの立場を取らざるを得ない者たちは、不満を持つ彼らの態度に不満を持つのだ。私はこの問題は日本人同士の対立を招いてしまう可能性もないとは言い切れないものだと考えている。このような過酷な状況にあっては、ほんの些細なほころびが重大な問題を引き起こすものなのだ。はい。というわけでな、この問題については我々も解決すべくアメリカと交渉を行ってはいる。世界的に見ても租借地が最終的に自国の領土になった前例もあるし、その経緯も様々、可能性はある。だが、アメリカはな、住居を挑発された市民に対し、資産の補填として開拓された土地を無償譲渡すると言って。ああ。
すると、挑発されたアメリカ市民が反日感情を持っているというところが悔しいですね。まあな。アメリカ政府はその件について何も手を打っていないんですか？手は打っているさ。だが政府の中にもいろいろな勢力があってな。今に始まったことではないが。それからもう一つ、貴様が言っていた合成タンパクの養生生育プラントのことだが。はい。貴様も知っての通り、養生生育プラントの運営技術は世界の中でも帝国が飛び抜けている。はい。ハワイの帝国政府はこちらの事情に鑑み、プラントをシアトル近郊に移設することを先頃決定した。え？本当ですか？あれが一機でもあれば食料事情は大きく改善するはずですよね。それだけじゃない。食料生産能力があれば、それだけでもアメリカに対する様々な交渉材料になるのでは。貴様は分かりやすいやつだな。何を得意になっているんだか。で、あれ、顔に出てましたか？この雰囲気、懐かしい。え？いや、いいか、立浪、よく考えてみろ。はい。確かにプラントによってここの食料事情は改善する。そしてアメリカとの関係継続においても強力な武器となるだろう。だが当然のこととして、それはフランス・カナダ連合にも影響を与える。はい、それはわかります。本当にわかっているのか？あれは戦略上重要目標となりうる施設だ。プラントの移設決定がここまで遅れたのはそれが原因だ。了解しました。でも作るんですよね？もちろんだ。施設が完了するまでには莫大な時間が必要だ。はい。その間も住民のフラストレーションはたまる一方で、治安は徐々に悪化し続けるだろう。はい。治安の問題は先ほどの会議で議題に上がっていましたが、ある程度認識しています。
我々はこの地に根を張る必要がある。もはや日本には帰れないことを理解し、この地で生きるために努力しなければならない。そこで立浪、貴様に問いたい。戦術機に乗る以外で貴様にできることは何だと思う？治安の維持や生産作業の手伝い、重機を使用しての土木作業、それくらいしか今は思い浮かびません。それくらいでいい。すが、立浪、本来軍隊はしなければいけないことが少なければ少ないほどいいんだ。ああ。その状態のことを人々は平和と呼ぶ。今我々がしなければならないことは、少しでもその状態に近づけてやることだ。それこそが人心を安定させることになる。それが我々の活動の意義だ。ここまではいいか？はい、問題ありません。では次だ。先日話したように、 A 氏はローテーションを変更、訓練に充てる時間の一部を警ら任務に充てている。MP 側の要請で配給所や公的機関の警備を強化しているのだが、現在軍が政府機能を担っているため、警備すべき施設が多くなりすぎているのも事実だ。食料配給所や生活保護局、その他官民反官の様々な施設など、そのため基地自体の警備が手薄になっているのは否めない。そうでしたか。しかし、さすがに軍事基地に正面から殴り込んでくるバカもいないでしょうし、基地の警備を手薄にする選択はこの場合妥当だと思います。またごく一部ではあるが、民間に警備を委託している施設もある。民間に？大丈夫なのでしょうか？今のところ大きな問題は発生していない。どちらかといえば住民のための職を作ることが主目的であり、重要施設は外してある。了解しました。うん、立浪、ここからは他言無用だ。部下であっても。はい、わかりました。現時点では私を含め限られたごく少数の人間しか知らない話だ。私が聞いてもいいんですね？それが私のそばにいるということだ。了解しました。以前よりこの基地では軍需物資の盗難などの問題が後を絶たない。基地はいわば物資の宝庫だからな。それが狙われている。察しの通り、基地内の軍人が関与している可能性がある。この件に関して現在内偵を進めているところだ。さらに咀嚼地の一部で薬物、麻薬の類が出回り始めている。麻薬？実際昔から難民キャンプなどでは珍しくはない話だ。いつだってどこからか弱者の匂いを嗅ぎつけて売人が寄ってくる。外部から流入してきたと考えられるものもあれば、
軍が所有しているはずの鎮静剤などが現場で発見されたこともある。それは なぜその話を自分だけに。先ほどの会議でも取り上げるべきことだったのではありませんか。本気でそう思っているのか。うん。取り上げない理由は2つだ。1つはこの件は基本的に MP の管轄であるということ。もう一つは貴様が答えて。会議出席者の中に関与している者がいる可能性があるということでしょうか。その通り。特に中隊長級以上ともなれば、そのような薬物へのアクセスもしやすいからな。まあそこまで深刻になるな。あくまで話す範囲を絞っているという程度で、彼らを疑ってるわけではない。貴様に伝えたのは、今のうちに情報を伝えておけばそのような連中からの接触があった時に適切に対応できるはずという考えだった。了解しました。とはいえ無邪気に構えていられても困る。いいか、たつなみ、貴様が大隊付き小隊長であることは誰もが知るところだ。当然貴様を悪事の仲間に誘う馬鹿はいまい。万が一接触があるとするなら、それは貴様を通じて私の動向を探ろうというのが目的だ。貴様の無邪気さはその点で利用されやすい。特にここの情勢に明るくない点も向こうにとっては好都合だ。十分に注意しろ。了解しました。あの、おそらく我々の部隊にもそのうち基地警備の任は回ってくると思いますが、部下には何も言わなくていいでしょうか。今はいい。基地から盗難が行われる可能性を伝え、十分警戒するようにと念押しすればいいだろう。はっ。では本題だが、失礼しました。まったく、本当に貴様は。まあいい。先ほど伝えたように、プラントの移設に伴い現在ハワイに駐留している帝国海軍の主力がシアトル常駐へと変更になる。加えてハワイで生活している日本人難民も一部がこちらに移住してくることになる。そうなんですか。民間人まで。でも受け入れ体制なんて整っているようには感じませんが。港湾部および内陸部を再開発するんだ。そのために今後人手が必要になる。それっていわゆる公共事業ですか。まあそういうことだな。ようやくまともな職を民間に提供できることになる。
し、おそらく一筋縄ではいかないだろうな。どうしてですか？この移住情報は未だ正式発表はされていないが、居住区の中にはすでに噂として広まってしまっている。はい。最近の治安悪化はこれが原因の一つとも言われている。ただでさえ貧窮している状況で新たな移民を受け入れることで満足に配給も受けられなくなるというデマが広がっている。現実としてそれに対応するだけの備蓄はなんとかなる予定ではある。だが火消しはなかなかうまくいっていない。猜疑心が強くなっているからな。このままでは先住者と新規移住者の間に揉め事が発生する可能性がある。同じ日本人、同じ故郷を失った者同士じゃないですか。立浪、貴様のその人を信じたいという思いは理解できるし、そういう貴様だから期待していることもある。だがもう少し現実を見るようにしろ。これまでの話の中に同じ日本人だからというだけの理由で彼らを無条件に信じるに足る要素があったか？それは誰もが生きることに必死だ。どんなささやかな既得権ですら争いの対象になってしまうのが現状だ。安心しろ立浪、状況を理解し冷静に行動してくれる人々が大半だ。今話したのはそういった人々に軍が甘えるわけにはいかないという意味でもある。私は日本人であることを誇りに思っている。だがそれは日本人としてよって立つものが己の中にあるからだと考えている。多くの日本人にとってそれは己の家族や友人、そして公務員夕日殿下という存在だった。私とてそれは例外ではないが、だが日本脱出までは殿下の名のもとに団結していた日本人もこの状況下ではそれもままならないのかもしれん。目先の生きることに精一杯だから。そうだ。そして殿下の存在を遠く感じてしまっていることも大きいだろう。今回の海軍の訓練でも帝国政府中枢はハワイに残るんですよね。その通りだ。その無理は承知の話ですが、せめて一度でも殿下に慰問していただければ、それだけで変わることも随分ある気がするんです。確かにな。実際のところそれが叶う日が来るのかどうかは何とも言えないな。そうですか。だが可能性を高めるためにはそこで貴様が落ち込んでいてはダメだ。うん。プラントとともに帝国海軍の一部がシアトルに駐留するという話、それはプラントが重要戦略目標だからというだけではない。ここ最近のベータの進行がハワイではなくここを目標としている可能性が高いと判断されたからだ。ベータの目標がここ？じゃあ先の襲撃も偶然ではなく、
確定的なことは何も言えん。海底で奴らがどう分布しているか、その正確なところもつかめていないしな。だがベータの特性に鑑みた場合、このシアトルが都合6度襲撃されたことは無意味ではないだろうという話にはなっている。ハワイは大丈夫なんですか？留守にして襲われでもしたら。状況から見るとその可能性は低いという判断だ。これまで襲撃を受けたことは一度もない。一度も？それはハワイの火山活動が盛んだからでしょうか？今のところその学説が最も有力だ。だがこればかりはベータに問い合わせるわけにもいかんのにな。はあ、いっそのことハワイにするってことはできないんでしょうか？ハワイにはそこまでの生産能力がない。海水移動によって遠浅の海が干上がり、一部の島がつながってはいるが、もともとすぐ周りは5000メートル級の深海だ。陸地的な面での余力はない。新しく生まれた土地は生産性の低い塩原、それに海岸線が遠くなったことが物資の搬出搬入に不利に働いている。しかもキラウエアやロイヒといった火山群が活発化している。何も火山は人類の味方というわけではないぞ。なるほど。火山には人類もベータも関係ないですしね。それにハワイに日本人が集中するのはアメリカにとっても好ましい事態ではない。この意味はわかるか？ハワイを帝国に譲る気はない。そして帝国もハワイを占拠するつもりはない。違いますか？そういうことだ。話を戻そう。殿下をここにお連れしたければその安全が完全に保証されなくてはならない。すなわち我々が敵の襲撃を確実に退けるのだという信頼と確証が必要になる。もちろん敵とはベータだけではないぞ。はい。ここではいつどこで何が起きるかわからない。相手がベータなのか敵国なのか、それとも同胞なのか。
だがいずれであろうが、どんな任務だろうが、我々の目的はこのタコマ咀嚼地を守ることだ。そのことを忘れるな。はっ。さて、現在タコマでは新規移住者用の居住区整備を急ピッチで進めている。英氏は強化外骨格の使用に慣れているからな。設置に関する土木作業の任務も当然あるぞ。はっ。というわけで早速ミーティング終了後、 E7 地区の整備計画指揮所まで出頭、指示を仰げ。設営関連に強化外骨格を使用するにはそれなりに慣れも必要だ。よってまずは工事現場の警備任務を割り当てる。はっ。先にも触れたが、移住反対派のデモも予想される。また軍人の仕切りで民間人も現場に入っている。内にも外にも注意しろ。だがくれぐれも強硬的にはなるな。それは逆に暴徒化を誘発することになるからな。さすがにそこまではまだ。本当に銃を向けたりしたら大変なことになっちゃいますから。民間人に銃を向ける時が来ないよう願うしかない。こういう状況、根本は食料問題だから簡単には解決できない。そう陰鬱になるな。我々が必要とされるのは問題が発生した時だ。だからこそ問題の可能性を重点的に貴様に伝えている。はい。貴様はまだ市街地にほとんど出ていないだろう。ついでに街をよく見てくるといい。は。居住区の大多数はこのような状況下でも必死に日々の生活を紡ぎ助け合っている。この街を守る価値を自分の目で確かめてこい。了解。